アイスアイスアイス。いや早いね、これ4時25分。早いね、だいぶ早い。何これ、なんでこんな早い。これは今日はだって道し道に、あーそっかそっか、行くっていう話で、そうやそうや、だいぶ朝からモンスター決めとります。朝からモンスターってもう私死ぬんちゃう。冷蔵庫にあった。冷蔵庫にあったから朝4時からモンスター飲んでます。冷蔵庫にあったから。あれだから先週、うん、ミッチーとゆかりと、うん、伊豆に行った時に買ったやつや。あそれか。そう、それが俺のやで。だからえ俺の飲んでもた。そうだからもう当たり前のようにこうモンスター飲んでるから。だって冷蔵庫にあったもん。まあいいけど俺も勝手にチョコレート食べてるし。最低最低じゃん。勝手に人のモンスター飲むのも最低やぞ。いない。何泣いとんの。チョコレートなくなってたから。実は隠してる。隠すな。あ、大谷や。お、大谷が今日は来てくれました、うん、今日はね、ちょっとあの東京オリンピックの日やから。東京オリンピックちゃうわ。え、なんだ東京マラソン。どこが、どこでこの毎年あるオリンピック開かれてる。毎年というかもうなんか半年に1回開かれてるやん。東京オリンピック、東京マラソン。なんかちょっとこう迂回して向かっております。迂回しております。はい。あ、もう矢野口着いたわ。矢野口ローソン。久しぶりにゆかりちゃんと大谷が接触してます。めっちゃ久しぶりちゃう。なあ、シールドかっこいいですねって言って。たくみが爆笑してる。たくみが後でなんか本音聞くから。出た。足だけ見たら足が美脚っていう。あとなんかただこの辺からデカなる。ふくらはぎ、足首からふくらはぎまではめっちゃ細いのに。めっちゃ細いのに。ふくらはぎじゃ太ももデカすぎやん。太ももにはいったらいきなり男感が出るという。今日はおねかんだけ大谷が。大谷はおねかんだけやねんな。そう、おねかんで折り返すので、あのここだけは追い込もうと、うん、いうことで。匠のペースがおかしかったよな。めっちゃ早かったよな。ここ大谷をとにかく追い込みたかったという言葉でしょうか。あ、大谷きつそうや。大谷これバーミヤン坂やな。本気の顔してる。確かに久しぶりにバーミヤン坂、うん、あの事故以来の初めての坂って言ってたよ確か。あ、そうなんや、うんうん、これバーミヤン坂か。あ、そう、バーミヤン坂。大谷がいない。ニッピーにちぎられたって。ついに大谷に勝つ日が来るとは。ほんまな、うん、1年前やったら考えられへんか。考えられへんよ、めっちゃ早かったからね。大谷は早かった。ちょっと復活を期待。そうやな、復活を期待、うん、まあ、ロードバイクは安全に乗るのが一番です、うん、あー、バリきつそう。これ匠がえらいペースで引いてるからやろ、うん、もうぜいぜい言ってるもんな。で、大谷とゆかりちゃんがもういなくなったっていう。いや、もう仲間ちぎるって意味わからん。いや、もうほんとそれ。あ、どんなペース。これ後ろゆかりちゃん。そう、ゆかりちゃんはいる。かっこいい走り。かっこいいな、この赤いもうシューズがまたかっこいい、うんうん、で、こっから大谷がまた飛び出しました。大谷いると基本的にこういうのが行われる。気持ちはまだ大谷復活。気持ちはファイターのままに。基本仕掛けてくるから。あ、死んでる。あ、大谷はここまでです。大谷はあそこで折り返します。折り返し、もう神戸を垂れています。気をつけて。また来てね。また走ろう。また走ろう。ここから我々は道し道、うん、どし道行くのに、おねかんで飛ばしすぎな。いや、飛ばしすぎやね。ほんまに俺も昨日、トミと稲垣さんと足追い込んでて、うんうん、いや、マジでこれきついなと思ってた。匠はもう、さら足やから。さら足やもんな。相当なペースで行ってたよ。ここも結構早かったもんね、うん、そう、この匠の苦手な坂、あ、苦手な、あの坂。そうそう、あ、そう、苦手というか嫌いな坂。嫌いなんや。中途半端な長さ、うん、なんかじゃんけんしてきた。ゆかりちゃんの真似して。あ、ゆかりちゃんの真似だった。お疲れ。あ、ここに着いた。道し道のセブンイレブンに着きました。着いた瞬間にゆかりちゃんが言った言葉が、
私もここで折り返します。待って待ってくれ、もうマジでこれ変えるためにモンスター飲みます。いや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 出た、マスクのマスクちぎれて、ちぎれたから片方だけ結んでて斜めになってるっていう。ゆかりちゃんのインスタに上がっててみんな確かにバリキショイだキショイよ。出た、これなんか匠のヘルメット、黄ばんでるとか言って、匠のヘルメットこれ黄ばんでるんですか。うまミドレーと比べると、ミドレーは白いけど匠のヘルメットは黄ばんでる、黄ばんでる、ディスられるそんなん言ってて回復したゆかりちゃん、うん、こっからゆっくりのペースでいくからって、うん、こっからはもうゆるゆると一緒に来てくれました、うん、よかったよかった、説得してね、ほんまゆっくり行くから登ろうって、そう一緒に行こうって言って、途中で帰りたくなるライドってやばい、いやほんまにやばいよ、反省しなさい反省しなさい匠。でも帰り道めっちゃ反省してたよな、匠は反省してたね。そういやゆかりちゃん悪いことしたなって、匠もうほんまに紳士やからな、ほんまは、まあそうやな、うん、そうそうそう、多分楽しくなったというか、うん、大谷とのバランスを考えた、まあな、うん、大谷は追い込まな楽しくないやろし、基本こうバランス考えてくれるタイプやからね、匠は。だからまあおねかんは飛ばさなあかんと思ったやろな、うんうん、思ってます。なんかおしゃべりしてる、なんか何喋ったか全く記憶にない、なんかバイクの事故みたいになかったそこで、あーあったあった、そこか、崖の下になんかバイクが落ちてて、そうそう、多分バイクとね車が正面衝突して、そうそう、結構大きな事故が、あれ怖かったね、なあ、まあ、気ぃつけな、うん、あ、ほんでこれはちょっと見晴らしの良さげな、見晴らしの良さげなところに来ております、撮ってほしいという舐めるように自転車を取ってほしいというリクエストに答えてたら、たほんまに舐めてくるやつがバリクショイ、何こいつ、舐めるように撮影するわってほんまに舐めるわって、巧みに舐められたら廃車そう、これ廃車やとか言ってた、廃車やええ5キロの棒を背負ってきました。廃車やわ、やばい。あ、これゆかりちゃんが持ってきたあの自撮り棒。そう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 。さすが。5キロあるという。5キロの棒。5キロの棒。あれ持っとったからちょっとあれやってな、重かったな。そう、あれ背負ってなかったもんね、もっと早かった。あ、今なんかさらっと流れたけどちょっと。そうそう、トラブルもあったけど、うん、トラブルもありましたが無事復活、匠メカニックで、うん、メカニックはやっぱすごいね、治りました、うん、あ、道の駅同士久しぶりの、まあ、久しぶりでもない感じしたけど、うん、久しぶりな、え、何ヶ月ぶりでも12月ぶり、12月ぶりか、うん、雪やったからね、しばらく、あー、そうやな、確かに、うん、ここでカレーを食べます。結局カレーなんよな、うん、でもここのカレーめちゃくちゃ美味しいからね、大きいしな、うん、具が大きくてね、うん、結構ゴロゴロ、カツカレーと、私カツカレーにしたよ、カツカレーとポークカレーの大盛りが同じ量やんな、うん、これ同じ量やな、でもカツカレー選んだら基本大盛りっていう、うんうん、カツカレーにすればよかった、カツカレーめっちゃ美味しかったよ、いや次はカツカレーやな、カツサクサクで、おチャリタヌくん、チャリタヌくんというかわいい正式名称がちゃんとあります、早く富士山の上のチャリタヌくんと写真撮りたいわ、富士山の上にいるんやったっけ、おるよおるよ、5合目に、5合目におる、あ、そうなんや、うん、それはいいかなか、君撮ってたよ写真、チャリタヌと、そう、まあ、印象が薄すぎる、富士山何日登頂みたいな書いてあるボードの横に、ああーはいはいはい、うん、あ、人形じゃなくてあれチャリタヌやね、あーなるほどね、出た酒まんじゅう、酒まんじゅうの匂いを嗅いで食べてますなんかゴンゴンくんみたいとか言われてたよな匂い嗅いでたらゴンゴンくんみたいとか言って、当たりに行くゴンゴンくん感あります、お尻が可愛い、あ、ここちょっと裏にあるこのお尻のお尻が可愛い、お尻のカッパ、
おシリーズ、傷つけないでちょっとあのここで写真撮影したいな。そうそう、匠が iPhone 13で撮ってくれたやつ、結構自然な写真を撮ってくれた、うん、匠はなんかインスタの写真とかもこうキメってしてる写真より自然にこう笑ってるとこの写真とかがいいって言ってた、うん、言ってた。そうしようかと思う。どういうゴンゴンくん、やたらゴンゴンくんの真似してくる。ゴンゴンくんの真似ってなんやねん。撮影風景、結構こんなに撮ってたよね、撮影風景の動画。ちゃんとインスタグラマーがいますんで、はい、インスタグラマーという自覚はないけど、いやもうインスタグラムやってたらインスタグラマー。確かに、じゃあ君もやん。そうやね、俺もやん、そらインスタのアカウント持ってたインスタグラマー。ああそうなんや、じゃあインスタグラマーやん。フォロワーゼロでもインスタグラマー、うん、インスタグラマー、ね、確かに。そうやね、そんな大層なもんじゃない、大層なもんじゃないね。そうそうそう、インスタを楽しんでればインスタグラマー、うん、確かにですから。もうだいぶ帰ってきた。あ、帰ってきたな、これは。あ、もうずいぶん帰ってきた。あ、アイス食べてる。そう、みんなアイス食べてる、これ。イエーイ。たくみがちなみに、あの道の駅でも食べてました。もうでもアイスの季節になってきたな。アイス美味しかったよ。粒グミです。まあ私アイス食べてお腹冷やしたけど。そうや、この後お腹壊してすぐ次のコンビニ。アイス食べてそこお腹冷えるっていう。どんなやつや。もうね、頑張って帰ってきた。楽しかったな、この時。なんかだいぶ疲れてたんやけど、いろいろ仕事が何やらやったり。確かに仕事疲れてたよな。疲れてたよね、やっぱ精神的な疲れもこう体にくるよね、うん、この辺もゆかりちゃん節が炸裂してたから。あー、そうやそうや、相当おもろかったよ。ゆかりちゃん炸裂してたね、ほんとゆかり節。ゆかり節がお嬢、お嬢、お嬢はお嬢はここで。超身内ネタ入れてきたな。ゆかりお嬢メモやん、もうそれ。そんな言ってたなっていう。新宿まで帰ってきた。まだ明るいな。明るいな。日が長くなってまいりました。あー、でも出た、あいつや。あいつはなんか向き逆なんちゃうかってずっと言ってたけど、実は合ってたっていう。海物語。海物語。キャラ。ゴンちゃん帰ってきたよ。ゴンちゃん帰ってきました。かわいいね。あ、抱っこしてほしくなかったのね。そしてこの後来ました。カレー屋ではないです。久しぶりのしゃぶよ。我々のオアシス、しゃぶよ。タンパク質を取るためにね。そこにタンパク質があるから行く。新しい従業員が猫型ロボットが入ってました。こうやって取りに来てくれる猫型ロボットです。この猫がかわいい。運んできてくれねんな。癒されたね。人は猫に仕事を奪われました。あ、また猫が、本物の猫、親玉がいました。あー、かわいい。この猫は有名な猫です。結構有名な猫でございます。かわいいね。かわいい。鈴いっぱいついてる。あ、ゴンゴンくんじゃない猫で終わった動画。そんなこともあります。あ、ゴンゴンくんすいません。ごめん。ほんだらー、バイス、バイビー。